はいどうもトワイスです。今回もバイオニックコマンドを続きやっていきたいと思います。エリア3に行きたいんだけど、なんかトラックが道塞いでますね。行こうか。あれ逃げてった。まあじゃあ行っか。エリア3行きます。前回入手したパワークローのおかげでここが進めるようになりましたと。さ、そんな壊れ方する？ん？滑って落ちるよっていう。なんかあーこれあれか、砂じゃないや、雪ステージだけど流砂ですね。まあこれに飲まれると残念ながらゲームオーバーになってしまうので、飲まれないように頑張っていきましょうといったところか。どうすんだっけなこれ。一旦こっちからこっちに行って、まあいいや足場使おう。飲まれる前にクローで脱出できればいいんですけど、あとはあれですね、足元からトラバサミが出てくるみたいなので、それにも注意していきましょうといったところ。怖いね。おやべ、行って。結構いろんなとこにあんな。さて、このナイフ野郎は残念ながらショットガンじゃないとダメなんだけど。上届くね。オッケー。あーついでに倒せましたね。よいしょ。やべ。おい。いいね。調子がいいよ。おなんだ。あーなるほど、基地の内部って感じ。お。いいね。オッケー。まあスコアップアイテムはいいや。ここまでか。おまあ別に倒す必要はないのだが、まあいいだろう。トゲか。ほい。これはどんどん下に行けばいいのかな。ああここまでか。下が怖いね。ほい。なるほど。ほい。おっ。ああ行って、もう謎の足場があったので、まあ死ぬことはなかったけど、この HP でボスに挑むのちょっと怖いな。ていうか通信室なくない？なんかヒントがあれば見たかったんだけど。脳情報でここまでか。お、なんだ。うわーお前は誰だ。おしゃべりするより戦わねえか。無限実行ってやつだな。そいつはいい。ズタズタに切り裂いてやる。黙ってろちっこいの、すぐ楽にしてやる。パワーポット、うん、さてノーヒントだけどどうすればいいんだ。なんか線が出てるか。なるほどレーザーか。あこれなんとなく分かったような気がする。そうだよね。なんかいるな。いけ。お。まあ HP が少ない状態だったからね、仕方ないね。
なるほど、こいつはぶら下がればいいんだな。でまずレーザー撃ってくるから、あっぶね。お、あダメだ、あんまり急がない方がいいか。ほっほっ、これさすがにあれかな、近距離ボ攻撃、あぶね、食らってる食らってる。ここまで下げると、お、いいね。まあリボルバーの方が楽だけど、ショットガンでいきましょうね。お、いいね、これの繰り返しか。お、まあそういうことだったらね、適当に周りの奴らをいなして何とかするだけだ。一撃必殺、いけよ。ほっ、今度はこっち、いけるんじゃない。さよなら。うん、いい加減、いい加減じゃないや、いい感じになんとかなりましたね。あれ、地味に隠し要素手に入れてる、なんだろう。まあいいや、許可証を入手した。おお、つながりましたね。第持ちこたえてください。エリア06の新しい座標を入手しました。さらに敵陣の奥まで進めますよ。スーパージョーの居場所までもうすぐのはずだ。ところで今思い出したんだが、諜報員の MA3 が君によろしくって言ってたぞ。君のファンのようだ。やめてくださいよ。そういえばあなたはどうなんです、タイ、恋人はいないんですか。俺は既婚者だ、書類上はな。書類上？妻は家を出て行った。ある日突然にな。ちょっとした喧嘩だった。そして彼女は姿を消した。それ以来連絡はない。ごめんなさい。この話はもうやめにしましょう。構わん、ヘイリー。まだ妻を愛しているし、もし生きていればな。それなら探し続けた方がいいですよ。でも、その前にスーパージョーを探さないと。その通りだ。さあ行くぞ。許可証が見つかったのですね。お見事です。これでエリア08まで進むことができます。はいはい、あれか、ヘイリーといい感じになるかと思ったけど、フラグ折ってきた感じですかね。よし、では何がよしなんだ、よくわからないけど。では次回は、エリア08かな、行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。